D'sプロジェクト田中夏樹です。よろしくお願いします。今日は女子っぽいことをやりたいと思います。メイクとかじゃなくって今回は作る方ですね。いつもさ、ゲームしてみたり運動してみたり縄跳びとかね、そういうことばっかりしてて、女子っぽいことができてないなと思ったので、今日は女の子が好きなものを作っていきたいと思います。では早速作りたいんですが、皆さんキャンディーポットは知ってますか？今ツイッターとかインスタグラムで話題になってるそうなんです。ではまず材料を説明します。まずこれがプラスチックの容器、プラスチックの鉢と受け皿、こちらはセットで売ってました。取って2つ買ってきました。この飾り用にマグネットとシールです。合わせて今回は6点買ってきました。では早速作っていきましょう。レッツトライ。まずはこの鉢をひっくり返します。ポロッと、はい。そして次にこの鉢に取っ手をつけます。側面に穴を開けて取っ手を取り付けてもいいんですけど、私は今穴を開けるものがなかったのでボンドでくっつけたいと思います。まあ、ある人はグルーガンとかキリ、プラスチックで穴を開けやすいもので 穴を開けて取っ手をつければいいと思います。私はこの鉢にこの赤い可愛いレトロな感じの取っ手をつけていきます。とここにねボンドでいっぱい入れちゃいます。ボンドじゃない、接着剤だね。結構大量にもりもりと。接着剤でもすぐ乾かないと思うのでフーフーして乾かします。ちょっとまだまだくっつかなそうなのでしばらく放置します。次はこの受け皿を使います。この受け皿に次は2個目の取っ手をつけていきます。塗るところが広いから塗りやすい。ペタッとやってドスッと、これで出来上がりです。次はこの容器に飾りをしていきます。今回はレトロな感じに作りたいなと思ってシンプルなものを選びました。マグネットはこんな感じです。かわいいな。じゃあね、マグネットをこれも接着剤で、よし、とりあえず接着剤で貼り付けました。これもしばらく乾かします。はい、では3時間ほど経ってこの3つがだいたい乾いたようなので最後の仕上げに入りたいと思います。まずこの鉢は逆にしてこの容器を上に乗っけます。それで今度も接着剤でくっつけていきます。真ん中に合わせて、よし、これはこのまま放置。乾くのを待とう。はい、プラスチック容器も乾きました。そしてこの蓋をパカッと乗せれば完成です。じゃーん、わー、もうレトロなガチャガチャ風のキャンディーポットになりました。で、これ中に何を入れるかというと人それぞれみたいで、マスキングテープとかいろいろ自分の文房具だとかいろいろ入れていいみたいです。で、私は今日はこの馴染みのキュービーロップを入れます。お、やばい、かわいい、かわいすぎる、かわいい、よし、はい、これで田中夏樹風キャンディーポットの完成。じゃじゃーん、かわいいですね。やっぱり取っ手があることによってレトロ感があって、このマグネットも意外に組み合わせが良かったです。こちら今回はセリアで一式揃えたんですけど、ダイソーとかにもこういう鉢植えとか受け皿とか可愛いの他にも売ってるみたいなので、ぜひやってみたい方は100均に行ってみてください。以上、D'sプロジェクト田中夏樹がキャンディーポットを作ってみました。じゃあねー。トゥルルルトゥルルー、夏樹は女子力が5上がった。 D'sプロジェクト田中夏樹、チャンネル登録よろしくね。次回もお楽しみに。
絵描き。あ、